あのやんちゃでも怒られてももう何でも言っちゃうから、ね、俺はダメだよ来週ねえ、レック君一分どうしたの、よだれいっぱい垂らしてお腹すいたか泳ぎたいの川に入りたいのじゃあねバイバイよかったね、ゆっくりに入って。